you
がチャンス。よかった。魔力を気にせず外に出てられるっていいわね。ここの名物ってなんだっけ。食べに行こうよ。いいんだけど、まずはギヌーマのアカデミーにご挨拶するのが礼儀ですので、ギヌーマの人に一番おいしいとこ案内してもらえばいいじゃん。お、それもそっか。ご納得いただけまして、では参りましょう。やっぱりクナグバと雰囲気違うね。都市の特色が出るのですね。確かに雰囲気は全然違うけど、これは何だろう。ぼーっとしちゃってどうしたの。疲れた？ううん、大丈夫だよ。心配してくれてありがとう。全然違うのに、なんだかクナグバのアカデミーと同じ。ねえ、私わかんない。どんな感じなの？あのね、暖かくて安心できて包まれてる感じ。気温が暖かいとかそういうのじゃなくて、お風呂、違うかな。で、私何が言いたいんだろう。ごめんね、うまく言葉にできなくて。ただクナグバと同じ感じがするの。そりゃ同じアカデミーなんだし、そういうもんなんじゃないの。そうかもね、きっとそうだね。悪い感じじゃないんでしょ。ならいいじゃん。うん、君たちが学外演習に来た子だね。あ、はい。ようこそギヌーマへ。私はここの代表をやってるアイリーン。よろしくね。よろしくお願いします。うわー、代表がお出迎えなんてすごい。君たちはクナグバからのお客様、ゲスト選手だもん。当然のことだよ。それに対戦相手の顔は真っ先に見ておきたいでしょ。え、あなたが。そうだよ、そういう意味でもよろしくね。笑顔が硬いぞ、メイ。メイの人見知りは今に始まったことではありませんの。人見知りなのは疑い様でしょう。何かおっしゃいまして。ううん、別に。自己紹介がてら食事でもしようか。一番おいしいとこね。期待してくれていいよ。でさ、食事が終わったら早速バトルしてみない？え？喜んで。食後の運動にはちょうどいいかな。うわ、余裕だね。お手柔らかに一つよろしく。私、研究者見習いですの。ギヌーマの研究者コースの皆様とお話しさせていただけると嬉しいですわ。もちろん、
バトルの後になるけど、それでもいい？ええ、お世話になりますの。それじゃあ案内するよ、行こう。メイ、心の準備はできてる？力まないで。ほら、深呼吸して。準備はいい？うん、よろしくね、ティア。おう、それじゃ、正々堂々楽しもう。さあ、ごめんね、フィア。私のせいで負けちゃって。いや、リアーネ先生は励ましてくれたけど、やっぱり私なんか全然ダメなんだ。そんなことないって。いつもそうなの。他の子の足を引っ張ってばっかり。私、うん、だからさ、私と一緒じゃ、フィア全クナグバに戻ったらリアーヌ先生にお願いして、バリ本当にごめん。行けキャン。さっきから聞いてればグダ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 と。ああ、うざったい。あんたと私はバディなの。負けたのは私の責任でもあるでしょ。でもじゃない、マスターのあんたをフォローできなかった私も悪いの。自分が悪いって言ってれば全部丸く収まるとか思ってないでしょうね。ごめんなさい。そこで謝るな。だってフィア怒ってるし。怒ってない。いや、怒ってる。私はあんたのそういうとこがイライラするんだって。うじうじ悩むな。だからバトルでも迷ってるんでしょ。ごめん。ああ、もう。だから筋はいいのにもったいないって言ってんの。え？肝心なとこで迷ってなきゃいいバトルだったよ。あんたはどうだったか知らないけど、私は楽しかったよ。昨日まで一番強いマスターにバトル経験の少ないあんたが勝てるわけないじゃん。それでもいいバトルだったってことは、それだけあんたには才能があるってことなの。あんたに足りないのは経験と度胸。そんなの練習して身につけるっきゃないでしょ。バディの私と。ちょっとこの子借りてくから。はい、行ってらっしゃいまし。え、ちょっ、痛いよ、フィア。黙ってついてくる。うん。あらら、大丈夫？あの二人。あの感じなら大丈夫よ。二人きりでじっくり話し合えばいいのですわ。うまくいけばいいけど。私もカレンちゃんの意見に賛成。きっと大丈夫だよ、あの二人なら。うん、まあ私もバディとあんな感じだったからってのもあるんだけどね。そうなんですか？そうだよ。そこまでじゃなかったけど、経験者は語るってやつ。二人が戻ってくるまで私たちは私たちで仲良くやろうじゃない。でしたら研究者コースの皆様にお会いしたいですの。うん、行こうか。悪かったね、さっきは。あんたのことを何も知らないのにあんな風に言っちゃってさ。うん、
フィアの言う通りだから。ねえ、私たちのこと、モンスター娘のこと嫌い？ううん、違うよ、そんなことないよ。だよね、よかった。だったらマスターなんて目指さないもんね。もう分かったと思うんだけど、私さ、言葉足りないじゃん。それに思ったことポンポン言っちゃってるでしょ。で、あんたはあんまり自分の思ったこと言わない方じゃない。うん、私たちって急に決まったバディだからさ、お互いのことを全然知らないままここまで来ちゃったじゃん。だからその話し合おうかなって思って。すっごい今更なんだけど、あんたに度胸がない、なんでバトルで迷っちゃうかも分かるかもしれないし。まあこっちは話せることなんて全然ないんだけどさ、嫌じゃなかったらでいいんだ。教えてくれない？あんたのメイのこと。苦手なの？あなたたちモンスター娘のこと嫌いじゃないけど苦手なの。どうして？私小さい時にロスト化したモンスター娘に襲われたことがあって、その時私も助けに来てくれたお母さんも怪我をして、ショックで寝込んじゃって怖い夢にうなされたの。それからなの、モンスター娘は怖くないって分かってるんだけど、あの時のことが頭から離れなくて。だからモンスター娘が苦手なんだ。どうしてもね、最初に言わなくてごめんね。おかしいでしょ、マスターを目指してるのにモンスター娘が苦手なんて。ううん、話してくれてありがとう。あんたのこと知れて嬉しいよ。その手の傷もう、その時の怪我、よく無事だったね。お母さんに助けてもらったんだっけ？あんたのお母さんすごいんだね。うん、そうなの。お母さんは私の憧れなんだ。私お母さんみたいになりたいの。でも、え、そこで落ち込む意味がわかんないんだけど。だってお母さんは本当にすごいんだよ。学生の頃からいろんな功績を残してて、アカデミー始まって以来最も優れたマスターって呼ばれてるの。ああ、あの人か。うん、それにお父さんもすごい研究者なの。なのに娘の私は全然ダメダメで。すごい親持って大変だね。私らモンスター娘には親と呼べる存在がいないからな。モンスター娘は第二の鉄槌から生まれるもんね。そうそう、だから親へのそういう気持ち、プレッシャーっていうの、いまいちよくわかんないんだよね。そっか。あんたはさ、そのすごいお母さんみたいになりたいんでしょ？だからお母さんを目標にするのはいいんだけど、そこで落ち込むのはやっぱり変じゃない？あんたがなりたいのはお母さんみたいなすごいメイで、メイのお母さんじゃないでし
お母さんとメイは別人なんだからどうあってもなりようがないじゃんって私は思うわけ。あんたはメイでメイのお母さんじゃないんだからさ。別にだからメイはすごくなれないって言ってるんじゃないんだからね。あんたはあんたなりにすごくなればいいじゃんって言ってるんだからね。うん、ありがとう。元気出た。そう。よかった。うん。でもメイのお母さんはすごい人だ。だってメイのお母さんがいなきゃ私とメイは会えなかったんだよ。小さい時にメイが死んじゃってたらエルザともカレンとも会えなかった。ね、すごい人でしょ。うん、フィアとバディが組めたのはお母さんのおかげなんだね。さてマスターにばっかり話してもらうのもフェアじゃないよね。私のことも教えてあげる。これはモンスター娘が本当に信じた相手にしかさせない特別なことなの。うん、私の本当の力あんたに見せてあげる。